県は今日新たに219件の検査があり、5人の陽性が確認されたと発表しました。1日の陽性確認は6日連続で1桁です。自治体別では佐賀市が2人、神崎市、嬉野市、鳥栖市でそれぞれ1人となっています。現在88人が入院していて、病床使用率は24.1%、3人が重症です。ホテル療養者は20人で、使用率は4.2%です。 また陽性が確認され入院していた60代から70代の中等症の患者1人がきょう死亡しました県内の死者は21人となっています